皆様こんにちは、あずみです。今回はキッチンリフォーム、こちら換気扇をやっていこうと思います。ここは賃貸なので換気扇に色を塗ることはできないから、今回使うもの、こちらスタイロフォームというものを使っていこうと思います。はい、こちらスタイロフォームというんですけれども、家の断熱材なんかでも使われるものです。こんなに大きなものは必要ないと思います。というのも、模型屋さんでこれ売っているスタイロフォームなんですけれども、ジオラマなんかのね、素材としても使えるんです。なので余ったものは別のもので使っていこうかなと思って、このサイズを購入しました。今回これでレンガ作っていきます。今1820×910mm のスタイロフォームを、切り出したところなんですけれども、スタイロフォームがあまりにも大きすぎてしまって写しづらかったので先に切り出しておきました。こちら大きさが760×90mm の大きさのものを7枚作ってあります。これをレンガ調に切り出していこうと思います。私基本的なサイズで90、190mm のサイズで切っていこうと思っています。ですがこれうちの換気扇のサイズに合わせたサイズなので、皆様飾りたいところを測ってやってみるといいと思います。でもこれ大体なんですよね。一番大事なのはバランスだと思うので、それを考えてやっていくのがいいんじゃないかなと思います。では切っていきますね。まず長さ測ったところで、カッターナイフ切り込みを入れていきます。反対側も同じく合わせて切り込みを入れていきます。それができたら、そこに定規を当ててカッターをシューッと滑らせていきます。本当に簡単に切れます。シューです、シュー、ほらこんな感じで。あとは定規なしでこの切れ込みにカッターを入れていくだけ。ほらこんな簡単に切れちゃうんです。皆様これはすごく楽しい作業なので、ぜひぜひやってみてくださいね。では次々いってみたいと思います。サンドペーパーで丸みをつけていきます。この作業これだけ多いので、すごい粉が飛びます。外でやったりするといいと思いますが、家の中でやる場合はお掃除頑張ってください。私も頑張ります。これ粗い目ならそっとやってくださいね。細かい目だったら地道に頑張ってください。私はちなみに400番でやります。ただ綺麗なだけじゃつまらないので、たまにこう爪なんかでね、傷をつけてあげるのもいいと思います。この茶色をベースに白っぽかったり黒っぽかったりっていう色を3色ぐらいを使って今回はやっていこうと思います。それでは塗っていきます。
アクリル絵の具が乾いたので次はドライブラシという技術を使ってちょっとした汚しを入れていきたいと思います。これ1枚やったんですけれども、黒と白の絵の具、黒では汚し陰影をつけて、白でホコリハイライトをつけていきます。ドライブラシというだけあって、このように筆は乾いています。この状態で色をつけていきます。ではやっていきましょう。まず黒、黒にこうやって筆にちょんちょんちょんとつける感じです。でこの辺で少しね、このように色落としてから、傷とかのこういうあたりに黒をのせていきます。これが陰影になる感じですね。こっちにもちょっとあるのでこれもつけていきます。で角を中心に黒は落としていきます。ちょっと凹凸が出ますよね。もちろん他の部分もザザッとやっていっちゃいます。絵の具がつかなくなったなと思ったらまたつけてちょんちょんしてふわっと、ブラシが乾いているので全体的に色を塗るという感じではなくて、凹凸のデコボコしているところに色がついている感じです。これ結構楽しい。どんどんやってっちゃいます。黒が全体的に塗り終わったところで今度は筆を変えて白を落としていきます。白はハイライトとホコリなので適当にこういう感じで、よいしょって落としていきます。こういう感じで白もつけてみました。いい感じに汚れてレンガっぽくなりますよね。では全部やっていきたいと思います。
リメイク完了しました。前に貼ったリメイクシートともマッチしていい雰囲気になりました。今回の材料費は約1500円くらいです。私はこのようにやりましたが、ブログや YouTube でもいろいろ掲載されているので、そちらを調べてみるのもいいかもしれません。今回作ったこちらのスチロールレンガ約25枚分なんですが、少し大きめに作ってあります。セリアさんでもスチロールレンガを売っているんですけれども、同じ面積を貼ろうと思うと他の材料費も含め約3000円くらいになると思います。その分お手軽にリメイクができるので、そちらを選んでみるのもいいんじゃないかなと思います。最後に一つ注意点を。発泡スチロールなので、このリメイクを行った後は炎の上がるような調理法は一切禁止です。熱に弱い素材なので、コンロの能力や距離を測って高温になるようなら行わないでください。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。